皆さんこんにちは、ももです。本日は皆さん垢抜けたいですか？私も今自分自身をいろいろ研究していて垢抜けたいなと思って試行錯誤しているところなんですけれども、ちょっとメイクのポイントを変えるだけで垢抜けメイクって簡単に完成できちゃうので、今回は皆さんがね普段使いできる垢抜けメイクを解説していきたいなと思いますので、ぜひ最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。ちなみに私も 4,5 年前は自分に合ってないすごくちぐはぐなメイクをしている時期があったんですけども、今このメイクと比べるとかなりこう垢抜けた印象にはなったんじゃないかなと思います。というわけで早速ベースメイクの方から始めていきましょう。どうぞ。それでは早速ベースメイクの方から始めていきたいと思います。まず垢抜けるベースメイクの基本としてはナチュラルでツヤのあるお肌を作っていきます。なので下地からツヤをね仕込んでいきたいと思います。サナエクセルのグロールミナイザー、色はピンクグロー、こちらは化粧下地です。こちらの下地は細かいパールが入っているのでツヤっとしたお肌にね仕上げてくれる下地です。この下地をツヤをね一番出したい顔の中心部分まずはのせていきます。これはねピンク系の下地なので肌の血色感も与えてくれます。ハイライトを入れるような感じでこの下地も顔全体にね軽く伸ばしていきます。のせすぎてしまうとツヤツヤになりすぎてしまって逆にテカリに見えてしまうので顔の中心部分に薄く塗り広げていくのがポイントです。この下地を使うと顔に血色感も与えてくれてツヤもね生まれてくると思います。続いてはメディアのクリームファンデーション、色は POB1 番のカラーです。こちらのファンデーションはプチプラコスメの中でもかなりツヤ肌に仕上げてくれるクリームタイプのファンデーションです。このファンデーションをまずは顔中心にのせていきます。そしてスポンジを使ってね伸ばしていきます。ファンデーションを伸ばすときは顔の中心から外側にかけて伸ばしていきます。顔の端までねファンデーションを伸ばしてしまうと白浮きの原因にもなってしまうので必ずファンデーションを伸ばすときは顔の中心から徐々にこうグラデーションになるような感じで伸ばしていってあげてください。まあ、セミマットやマット系のファンデーションが好きな方もいらっしゃると思うんですけど、垢抜けたい印象にしたい場合は粉っぽい肌っていうのは垢抜けてない印象を与えてしまうので NG です。クマとかがね気になるところはさらに重ね塗りをしてでちょっと飛ばしていきます。このねメディアのファンデーションはすごく伸びも良くてしっとりとした綺麗なツヤ肌に仕上げてくれるファンデーションなので、プチプラコスメの中でツヤ系のファンデーションをお探しの方はこのメディアのものがねすっごくおすすめです。こちらのファンデを使うと程よいツヤ感がね生まれてくると思います。まあ、ファンデーションね重ねた時にニキビ跡だったりニキビやそばかすくすみとかが気になる人はねさらにコンシーラーをつけてカバーをねしていってください。続いてはより自然なツヤ感をねさらに与えていきたいのでスックのシマーリクイドハイライターを使っていきます。自然なツヤ感を与えたい時はこういうクリームタイプのハイライトを選ぶとすごくナチュラルで自然な仕上がりになります。入っているハイライトでとっても上品に仕上げてくれるハイライトです。ハイライトをつける位置はこの鼻筋のこの根元の部分ですね。であとは鼻のこの上のところ、そしておでこも丸く見せていきたいので額の中心にも乗せていきます。そしてねハイライトを入れるときに一番ねツヤ肌に見えるのが鼻筋とこの目頭の間ですね。ここと目の下の三角ゾーンに入れると本当に綺麗なツヤ肌に見えますね。ここにねハイライトを入れると光が当たった時とか角度を変えた時に一番ツヤっと見える色気が出る部分ですね。ここがあとはねこの目の下の三角ゾーンにハイライトを入れるとクマだったりくすみをね飛ばしてくれるので顔色もねパッと明るく見えてきます。あとはこの頬骨の高い位置のこの C ゾーンですね、ここにもハイライトを仕込んでいきます。そして続いてパウダーはフーミーのフェイスパウダー、色はピンクを使っていきます。でねパウダーを選ぶ時もパールやラメが入っているものを選んでください。こちらのフーミーのパウダーはゴールドラメが入っていてこうキラッとした感じに見せてくれるパウダーです。このパウダーを蓋にまず取ってで、ね、大きめのブラシを使ってねパウダーを含ませていきます。一回手の甲で少しパウダーをはたいて、私はねテカリが気になる T ゾーンに軽くパウダーをのせて、このね顔のここにはもうパウダーはのせません。
はい、これでね、垢抜けるナチュラルでツヤ感のあるお肌が完成しました。私がね、個人的に一番垢抜けるなっていう部分は眉毛ですね。程よく整えられた綺麗な眉毛はすごくね、柔らかく洗練された印象にもなると思うので、まあ、この前動画でも私眉毛の描き方をご紹介したかと思うんですけど、まず眉頭の位置は鼻の横からこの目頭の延長線上のこの部分が眉頭の位置ですね。そして眉山を鼻の横から黒目の横から白目のこの中心部分ですね、ここの延長線上、眉尻が鼻の横から目尻の延長線上のこの部分が眉尻、まあ、こんな感じで眉頭、眉山、眉尻の位置が分かるとすごくね、眉毛も描きやすくなると思います。今回はセザンヌの超極細アイブロウペンシル、色はオリーブブラウンを使っていきます。一番はね、この点と点を合わせて描いてあげるとものすごく描きやすいんですけど、今回は眉尻の部分をペンシルでしっかりと一本一本描き足すような感じで描いていきます。反対側もね、同じように眉尻をまずペンシルで一本一本描き足すような感じで、続いてはフーミーのアイブロウパウダー、色は N ブライトブラウンを使っていきます。そして今回はこのフーミーのアイブロウパウダーとフーミーから出ているこちらのアイブロウブラシを使っていきます。こういう毛がね、少し太めで斜めにカットされたブラシを使うとふんわり眉がね、簡単に描けちゃいます。まずはこちらの2色を混ぜて使っていけます。まあ、結構なんか眉頭をうまくぼかせないっていう人もいらっしゃると思うんですけど、このね、フーミーのアイブロウブラシを使ってパウダーでね、ぼかしていくとすっごく自然に簡単にこうふんわり眉が描けてしまうので、眉尻のところだけペンシルでしっかり描いて、残りはもうこういうパウダーとこのブラシを使って描くとね、かなりこう垢抜けた眉毛に仕上がると思います。これはね、本当におすすめのコスメたちですね。こんな感じで比べるとかなりナチュラルで自然な眉毛が描けるかなと思います。はい、これでね、簡単にふんわりナチュラル眉の完成です。そして続いてはサナエクセルのアイブロウマスカラ、色はアッシュブラウンを使っていきます。アイブロウマスカラのカラーも自分の髪の色よりワントーン明るめのものを使うとものすごくね、眉毛も一気にこう垢抜けた印象に見えます。まずは毛流れに逆らうようにしっかりとまずは色をつけていきます。で、仕上げに毛流れに沿って整えていきます。こんな感じでアイブロウマスカラをするだけでもかなりね、印象が変わりますよね。一番メイクの中でも眉毛が本当に垢抜けるポイントだと思うので、こういう眉マスカラもね、しっかりとしてあげるとすごく垢抜けて見えます。でね、垢抜けるナチュラルなふんわり眉の完成です。続いてアイシャドウはキャンメイクのシルキースフレアイズ、色は02番を使っていきます。アイシャドウを選ぶ時もパールが入ったツヤっと見えるものを使うとすごくね、洗練された綺麗なアイメイクに仕上がると思うので、こういうツヤ系のものをね、ぜひ使ってみてください。そして今回は女性らしい印象にも見せていきたかったので、こういうピンク系の色味のものも選んでみました。まずはアイシャドウのベースとしてこちらのカラーを使います。このアイシャドウをアイホール全体にまずはベースとしてのせていきます。今はね、こうアイメイクってツヤありがね、すごく今っぽいので、こういうね、ツヤ感のあるアイシャドウをまずは使っていきましょう。そして続いてはこちらのピンクカラーをまた筆に取って、このカラーをまぶた半分にのせていきます。まあ、人によって目の形は様々だと思うんですけど、二重の人は濃いカラーを避けてできるだけ薄めでナチュラルなものを選んでみてください。私みたいなこういう奥二重の人とかはアイラインとかを引いてしまうと逆に目元がこう埋もれて見えてしまうので、アイラインをね、引かないアイメイクをしていきます。逆に一重の人はしっかりとアイラインを引いてシャドウはできるだけナチュラルで薄めのものを使うといいと思います。そしてね、このピンクのシャドウを涙袋に軽くのせていきます。続いてシミ色としてこちらのカラーを取って、
目尻から目頭にこうブラシを動かして締め色をね乗せていきます。そして私は奥二重で今回ラインは引かないので、下まぶたのこの3分の1にまたこの濃いカラーをちょっとだけ足します。はい、これでねアイシャドウは完成です。続いてはビューラーでしっかりとまつげを上げていきます。今回私はアイラインを引かない分、まつげはしっかりとカールさせていきます。そしてマスカラはヒロインメイクのボリューム&カールマスカラ、色はブラウンを使っていきます。マスカラのカラーもブラックよりブラウンの方が目元もこう優しく見えるのでブラウンを選んでください。そしてね下マスカラもまあお好みでつけてください。あんまりねつけすぎちゃうとケバくなっちゃうので、できるだけナチュラルめにつけていってあげてください。そしてマスカラをのせ終わったらすぐにこういうまつげコームを使ってダマを取ってまつげを一本一本セパレートしていきます。はい、これでね垢抜ける目元の完成です。できるだけもう欲張らずにナチュラルな目元に仕上げるのがポイントです。で続いてはチークに行きたいと思います。チークをねのせる時のポイントはチークもできるだけ薄くのせていってあげてください。今回プチプラコスメの中でもねすごくおすすめしたいのがセザンヌのパールグローチーク、色はベージュコーラルです。こちらのチークはパールが入っているのでツヤっとした仕上がりになります。そしてね色味もベージュコーラルなのですごく肌なじみのいいカラーだと思います。自然にチークを入れる時のポイントはブラシはできるだけ大きめでふんわりしたものを使ってあげてください。今回私はリアルテクニクスのものを使っていきます。チークをのせる位置はこの頬の真ん中にはまずのせないでください。この頬骨が出っ張っているこのちょっと下あたりからと斜めにかけてここのゾーンですね、ここにのせていってあげてください。チークをのせる時もこうブラシをトン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 とするような感じでのせていってあげるとすごくね自然にチークも乗ってくれます。もうねチークもできるだけほんのりこう血色感が出るようなカラーを選んでください。パールが入ったねチークをのせることによってよりツヤ感も増して自然な血色感がプラスされたかと思います。そしてメイクの仕上げはエクセルのグレイズバームリップ、色はショコラベリーを使っていきます。でリップをのせる時のポイントは直塗りではなくてまず指に1回取ります。そして唇の内側からポンポン塗りをしていってグラデーションになるようにのせていきます。ベタ塗りよりポンポン塗りの方がより自然な唇の血色感も与えてくれるのでこの塗り方がすごくおすすめです。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回の垢抜けメイクのポイント少しでもね参考になれば嬉しいです。もう私も過去のね YouTube の動画を見ていただけたら分かると思うんですけど、本当になんかまだ4年前とか5年前とかすごくまだメイクの知識が浅くて芋っぽい感じのメイクで垢抜けた印象にはなってないなっていう感じのメイクだったと思うんですけども、またメイクも自分のコンプレックスを埋めようとしてこう足し算ばかりのメイクをしてたんですけれども、最近はちょっとこう引き算のメイクもするようになってからちょっとずつなんかこう垢抜けた感じにもなってきたかなと思いますので、まあ、今回のこのメイクをね参考に垢抜けたいなっていう人いたらぜひメイクもね引き算をポイントにするのがすごく重要なのでやってみてください。このメイク自体はナチュラルなのでオフィスメイクとかにもねものすごくぴったり合うメイクかなと思います。私もまだまだメイクは研究中ですけれども少しでも参考になれば嬉しいです。この動画がいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。そして私は Twitter と Instagram もやっていますのでよかったらぜひチェックしてみてください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。